オリックス、完封勝利、第2戦宮城が好投、打線は恩返し。日本シリーズ第2戦、オリックスが阪神に8対0で勝利、第1戦と逆のスコアでやり返し対戦成績を1勝1敗のタイとした。先発の宮城が6回4被安打無失点で好投、打線は初戦の開始とばかりに8得点を叩き出した。オリホ、やり返したぞ。完勝だったね。素晴らしい試合だった。8、ゼロっての萌えは完全にやり返した。今日は打線も頑張ったわ。小木田ナイス。小木田が投げてたからあんま9回って感じしなかった。小木田はほんまコントロールがワンランク上がったな。宮城くん最高だった。宮城も勝ちパも打たれそうな感じしなかった。宮城は来年の大エースやな。昨日と全く逆の展開とは思わなかったな。こんなこともあるんだな。昨日は最悪の負け、今日は最高の勝ちや。西野は短期決戦強いからサード西野でも良いけどな。そうはとりあえずこのシリーズはあかんわ。西野最高やな。中島はほんますごいね。西野疲労かの口疲労は。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。